あ、でもすいません。いただきます。うわ、濃厚だわ。このスピードが遅いの皆さんお分かりだろうか。めっちゃ好評しとる。すっげえな。イオンに風車あるな。ここすごいさ、揃ってる通りやわ。普段から風が強いもんで、こう風力っていう発想が出るよな。ちょっとカーチと全然こう会話が噛み合ってないけどね。え？ここすごいお店が揃ってるねっていう話やったけど、まあ全然話噛み合ってないなこの人って思って、2回3回言ったけど全然噛み合わないからびっくりしちゃった。カーチ風力揃ってるねかな、まず。さっきの雨が嘘のようだね。カフェ入れていったよ。ドリアメですよ、ドリアメ。あ、そうです。似てます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいて。いいいいいい。もうホテルにやってもらって。あ、ここの。あの、福島に行く船の。はい。ありまして。あ、そうなんですか。今ちょうど仕事してるの。よかったら、あの、ステッカー持っててください、ステッカー。はい。あらららら。はい、ということでね、山形県の港市場っていうところに到着しました。はい、視聴者さんの方にお声かけていただいて、いろいろちょっとお話伺いましてですね、酒田市のラーメンが日本一になったってことなんで、ちょっと食べに行ってみたいと思います。で、ここのラーメン屋月っていうとことか、青いあの建物。今日はね、この地元の方でもびっくりするぐらいの強風らしいんですよね。
すごい美味しそうな唐揚げ発見した。米ソーダ。あ、そうですそうです。ね、その庄内の酒、米酢の酒の、うん、美味しい酒なんで。はい、いただきます。上機嫌という酒。あ、これ気になっとったの酒見てた。本当。ありがとうございます。すいません。いただきます。はい、すいません。いただきます。すごいジューシー。なんか大きくない？大きい。揚げたてやね。揚げたて。熱そう。熱そう。なかなか美味しい。ありがとうございます。ありがとうって。ありがとう。すいません。魚介スープ。いただきます。わ、濃厚だわ。うん、うん、あ、このネギと絡めてくるとめっちゃうまい。広っ。はい、ということで懲戒ライン行く前に燃料満タンしてきます。鳥の方も F ヒーターいるかもしれんから満タンしてきます。はい、ということで燃料も満タン入れて鳥も満タン、心も体も満タン、満タン。ということで今から山形から秋田に抜ける懲戒ブルーラインっていうねところをブイーンと通って、秋田に抜けたいと思います。すごい山、雲被っとんねん。これかな、これだね、これだね、入り口これだ、懲戒ライン入り口。ちょっと緊張するな。果たして 1100m 登れるか。ということで懲戒ブルーライン入り口から登ってきます。はい、こっからね15キロ目的のパーキングまで結構あるね、この山道を。あるね、まあ、ちょっと坂道グネグネなんでゆっくりゆっくり行きましょう。わー、なんか入るよ。入ってくるな、なんかすごいな、なんか入り口みたい。え、すごっ、え、トトロみたい。トトロみたい。迎えてくれたな、じゃ迎え入れたぞ。誰やん。森の精霊がいて。精霊怖い。迎え入れたぞ。ヤマトケ心してかかれ。でで途中すっごいこう地図で見るとグレングレーなとるね。で行きはいいんやけどまた帰り下りがさらにすごい。下りは明日の予定。明日の予定。ああすごい、ゆとうち。やばい。やばいよ、全部。ああちょっと登らんくなってきた。後ろおる。で、おらん。あ、いや、いいね。いいねって。もういいよ。登らんから、下踏み坂や。ちょっと赤、カーブ赤。後ろおるし。やばい。後ろおるの？うん。貸してほしい。寄るとこあればいいけどな。カーブやねな。止ま、逆に止まったることによって事故を起こす可能性あるからね。すごい。大丈夫かな、もう不安なんだけど。ちょっと譲ることできるかな。あ、ここで譲れそうだな。いやー、登らない。うわ
出てきた燃料激減りやろな、もうマジで止まってくる激遅やん。後ろが来たよ、またやばいね。そんなにみんなよう登れるな。本当に黄色くなったら赤になったりしてる。赤だ。赤だ。このスピードが遅いの皆さんお分かりだろうか。何キロか忘れたのか。はい。35億みたいに言わんといて。はい、ということで鳥海ブルーライン1100m まで到着しました。紅葉すごいっすね。今ちょうどね夕日が日本海の方にね落ちようとしてるんで、そっちの方ね見に行きたいと思います。セカンドストリートで買ってきて正解でしたね。これ正解でした。ねえハチ、あったかい？うん、よかった、似合ってる。似合ってる。うお、何あれすっげえな。足を振り向くと紅葉とバス。あー寒かった。バスの中あったけー。22度、あったかい。FF ヒーターのね、ちょっと点検しときましょう。一回ね、来るときはね、点検したんやけど、もう一回ね、ちょっと明日の朝つけれるか、テストしときます。来た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 。OK。よし、これで明日は暖かく朝を迎えれそうや。そうそう、今日、視聴者さんにお会いしまして、日本酒いただきましてありがとうございます。上機嫌っていうんかな、上機嫌。結構これが地酒で美味しいらしいです。ピザみたいになっとんね。そうそう、めっちゃ美味しそうやん。これ餃子の皮やろ。餃子の皮、
あぶるというか、めっちゃうまそうやん、これこれだけでめっちゃうまそうやん。塩入れたら結構美味しいんじゃない。確かに確かに、塩とさ、え、マスタードとかつけても美味しそうじゃない。しかも手でやってるけどここに割り箸あんねいい香りだわ。めっちゃフルーティーな香りする。うわ、来たやん、めっちゃうまそうやん。なんかいい感じのできたよ。これいけるね。サルサソースみたいに作れた。ちょうど入るんやん。すごい。やばい。あ、美味しいわ。そうだね、美味しい。飲みやすいけど。フルーティー。フルーティーやな。でもこういうのに合うよ。確かに洋食に合う感じ。いや、美味しいわ。いただきます。どうぞ、やってみて。バリうまやん日本酒が進むね。バリうまい。美味しい。何してんの二人で仲良しか。いや、仲良しなのか仲悪いのか。家におるときはめっちゃ喧嘩しとったけどな、バス旅になってから全然喧嘩しやんくなった。ちょっと仲良しになったな。うん、仲良しになった。夜中はもっと冷えるんやろうけど、一回ちょっと温度計回収していきます。6.7 度。回収してきました。 6.7 度。これ朝ってんか、これ夜中もっと冷える。多分0度ぐらいまで行くんじゃない、うん、朝の5時40分。バスの中は11度。あとフロントガラスのとこに温度計置いとったんですけど、何度になったの。7度っすね。7度。寒すぎる。ちなみに駐車場は誰もいません。何してんの。なかなかこんな紅葉目の前に朝食食べれんよ。最高。今からここにヘリコプターが着陸するらしい。あの山頂からここにね、ヘリコプターが飛んでくるらしいよ。
better the more we pass time. The more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.